はい、ママザメ武士の名前で今日は参加させていただきました。秋田県の山の奥から今日は参加させていただきました。楽しくやりたいと思います。よろしくお願いします。今日は MMA ファイターの美子選手と一緒なので楽しみたいと思います。よろしくお願いします。第3試合でございます。第3試合、そうですね、ママザメ武士さん VS マリエさん。あ、マリエさんは、そうですね、マリエさん大強ですよね。5回というのね、自分ちょっとマリエ、はい、めちゃくちゃ気になるよマリエさん。でもダメだ、出しちゃダメな人だ。すごいんすよ。でも柔道初段、空手初段ってマリエさんですね。やる気満々すぎて。回線下がりましょう。いやもう獣みたいなんですよね。みたいじゃなくて獣ですね。ママザメさん気迫っていうのはね、一つ観客の心を掴みますよね。ママザメさんも空手を高校から短大までやり、38歳から琉球空手をやってますと。はい、ちょっと気迫に押されてる。白1ポイント、現在ポイントは1対0、白1ポイントリードしています。どんどんポイントを稼いでいく獣ですね。すごいですね。多分もう押してますもんね。顔面の1本もあるんですね。あハイキックですかね、画面というのは。なるほど、結局は強すぎました。いやー、本当すごいですね。いやー、素晴らしい女子のコントでした。うん、常に前のめりですね。